ホズ大神官を助けたところからですね、行きましょう。紹介しよう。この方がダーマ神殿の真の主、ホズ大神官だ。まだ幼い身でありますが、ダーマ神殿の大神官の職を務めさせていただいてます。しかし魔物に神殿を乗っ取られた今となっては、私も名ばかりの大神官です。名ばかり大神官。こうしている間にも偽の大神官が人々を騙し続けているのですから。むむ、なんだなんだ、やけに騒々しいな。ここは牢獄のはずだぞ。来たなぁと。おい見ろ、この間洞窟を抜け出したやつだ。こんなところに隠れていたが。ゲゲ、またやつだか。人間から奪った力を与えられて強化されたとかいう、あのたちの悪い魔物どもだ。奪った力ですか。ならば私がその力を封じてみせましょう。そんなことできる？おお。ぬお、なんだこの脱力感は。ぬお、なんだこの脱力感は。なんか逆の CM でありそう。皆さん、私が魔物の力を封じている間に、あの魔物を倒してください。ティラリラリン。え、力戻った。おお、回復したと。おのれ小娘、我らに背いたことを後悔するなよ。今度は二度と動けないように、手足を鎖でつないで牢にぶち込んでやるからなと。それを一度目で やれよと。これで条件は同じだと。みんな力がない状態での戦いね。そういうことよね。みんな力ない状態で戦うから、これ防御しといた方がいい気はするね。よっしゃ、こいつバカでよかったぜ。本当にアホだぜ。防御しといたとこに来るよと。でまあ奇跡の石で回復だと。いや痛恨。いや強い強い、全然力、炎とかやってこないだけってことなのかな。強い強い強い。テッシー攻撃回復。あ、やべ、ガボで回復したかったんだが、いやそういうとこっすよ、そういうとこっすよと。防御、いや痛恨が出るようになってきちゃったね。カシムに攻撃しろ、カシムに攻撃しろ。そこは、いやここは欲張らず、欲張らず、これでいこう、欲張らないでいこう。くわ、ちょっと待って待って待って、なになに、これイノップの攻撃がきっついね。うわー、薬草あんなにあったのに、ない、なくなるな。くいや、どっちか倒れれば、どっちか倒れればすげえ楽になるんですけどね。もうこれでガーボは薬草がないから、いやー、なかなかだぞこれ。いやでもまあ耐えて耐えていくしかないっすよね。強い、イノップが強え。いや、いけいけ、カシム、カ
ハシムになんで攻撃がいかない。いやどっちも倒れんな。うわタフだなタフですね。いやでもこうじゃなくちゃ面白くないよな。こいつら力奪われたといえ強いぜ。普通に強い、普通に強え。一旦回復しとくか。よし、ゴンズがいなくなったぜと。これで多少楽。ただ痛恨きたー痛恨きたら、あー惜しい、きたらアウトって言おうとしたところに来たね。おい棺桶になっちゃってるよ。やれやれ、力を封じてあの強さと。そう本当に強えわ。ご苦労様です皆さん。ちょっと腹立つなこの言い方。ホーズ、ご苦労様です皆さん。あれ手が来ないうちに早くこの場を離れよう。カシムがちょっとまともに見える。私とフーラルは先に戻ってホーズ大神官を救出したことを神官長に伝えに行くよ。デッシーはホーズ大神官をお守りしながらあの集落まで戻ってきてほしい。行くぞフーラル。わずかの間でしょうがご一緒させていただきます。腹立つなこいつ、なんかちょっと腹立つな。ちょっと上から目線、ほんのわずかなんだよ。完全な上から目線じゃない、ほんのわずかな上から目線なんですよね。なんかいやーちょっとマリベルあれでしたね。ん、こっちからか、こっからか。大丈夫かいな。敵はもう当然いないよね。そうよね。じゃあ探索します。いやそうね、フーラルも言ってたけどさ、力を封じてあの強さですよ。相当ですよね。というか本当にフォズ大神官様力封じてたか、そこの疑惑ありだよ。その疑惑出てくるよっていう。おお、いやでも今は使わないでいい。力封じてない疑惑出てきたよ、フォーズ神官、大神官。まあ実際は燃え盛る火炎やってこなかったからね、ゴンズでしたっけ。あと全体攻撃もなかったですよね。その点ではそうなんですよね。多分力を封じててくれたと思うんですよね。これギアガの大穴、でここに来るってことか。あそうあそう、大穴じゃなかった、普通の牢獄の穴だったわ。そういうことね。まあ落ちちゃったらどこに来たかわからなくなるよっていうことかもしれんね。ここは一通り回った気がするのでこう行きましょう。いやここ迷ったよな。ここは確かに迷った感じはなかったけど、どこ行っていいかわからないからね。ここで実際どっちでしたか、わかんない、もう忘れてますね。あ、こっちでいいんだ。じゃあ下は何なんて気になるわ。敵がいないんだったらこれはもう探索
した方がいいですから。ほらほら、ある。おお、小さなメダル。そういえばメダルを最初のあの金持ちんとこですよね、あいつのとこ、多分あそこ、ん？ここなしだと。これマリベル、後からこれ話したら怒るんだろうな。ね。あんたさっさと帰って生き返らせなさいよ。何してんのよって。何うろちょろ宝箱探索してんのよって。絶対怒られる。だから、ね、僕たち我々はね、そういうことは言わないっていうことにしてるんですよね。余計なことは言わないっていう。ここは、ああ、あるね。うわあ、怖い。これ怖いっすね。守りの種。ミミックの可能性高いからな、こういうタイプ。ああ、大丈夫でしたね。鎖を、鎖釜がすげえ本当に謎。なんでこんな下がるのか、あんなに高く売ってるのか。装備するものによって違うんだろうか。ぐらいの疑惑ですよね。これ帰り道は順調、あ、そうですね、順調にこっちも行ってなかったけど、この無意味の広さ、無意味の広さね、これ。頑張れ五右衛門ガイデン1のね感じ。あ、でここ行くと絶望のとこに通じてるのかな。神殿への地下道、あれ死んで、なんだと、なんだと、後からのまたイベントがすごいな。ダーマ神殿とつながってるってことか、あそこが。そういうこと？どういうこと？まあエンカウントしないけど、ああ戻ってきたわ、よかったよかった。おお、大神官だ、大神官がお戻りになったぞ、ヒューヒューと。やはり大神官は生きていらしたんだ。うう、ホズ大神官、よくぞよくぞご無事で、今日は我が人生の最良の日だ。ホズ大神官が戻ったんだから、ダーマを取り戻すのだってもう夢なんかじゃないのね。このような辛い生活を皆に強いる結果になったのは全て私の責任です。監禁されていた私は今まで皆と同じ苦しみを同じだけ味わってきました。世渡りはうまいんだよこいつ。だがそれも過ぎたこと。今から我らの家であるダーマを取り戻すために共に力を尽くしましょう。カリスマ性はあるんだよな、カリスマ性はあるんだけどね。5度ぐらい上から目線で言ってくるんだよ。いい気になっていられるのも今のうちだけだからな。お前たちに未来なんかないんだよ。お前まだあれなんだ。あ、そう、まだ操られてるんですね。ちょ、生き返らしてあげる。もうマリベル怒らせたら大神官よりやべえからな。とりあえず生き返らせようと。ウィーすと。どんぐらいだろう、300かな。ああ、まあ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 、いい線いってるね。初めてじゃない、生き返らせたので。うん、帰りに探索したことは言わないっていうね。よしと。いや、よかったよ、あのままさ、すぐ帰ってきてすぐ生き返らしたんだけど、ごめんね、時間かかっちゃってって。で、ガボあたりが裏切るっていう。
これ宝物をあそこで手に入れたんだけどさ、え、どういうこと？みたいな。おお、すると、あ、ザジいるじゃん。私たちが留守の間に、君の弟がひょっこり戻ってきたとでも言うのか？魔物に連れ去られたんだぞ。自力で脱走してきたとは到底考えられん。そんなこと言われたって、この子ったら一言も喋ろうとしないんだもの。私にだってわかりません。まあ敵なんじゃないかみたいなね。まあそれはいいとして、テッシーたちにも世話になったんだ、礼ぐらい言ったらどうだい。まあまあまあ、ネリスさんはね、いやだから弟がどうなってるかだよな。髪飾りはどうしたんだ。え、何？私があげた髪飾りだよ。え、あれね、ごめんなさい、なくしちゃった。いやなんか怪しいな、全部怪しいな。そうかい。ところで体の方はもう何ともないのか。もちろん元気だけど、それがどうしたっていうの。変なことばかり聞かないでよ。ネリスがおかしいぞ。カシムもそれに気づいている。いやちょっといろいろおかしい、ちょっとフォーズ新刊ちょっとやばいっすよ。旅のお方にお頼みするのはあまりにも心苦しいのですが、あえてお願い申し上げます。どうかダーマを乗っ取った偽の大神官を倒してください。この鍵があれば。おお、魔法の鍵ですか、魔法の鍵ですか。ダーマの鍵、ダーマでしか使えない、ダーマでしか使えないじゃないですか。そしてこれは偽の大神官が人々を騙して奪った力についてですが、ほうほう、何やらダーマの地下に奪った力を蓄えてある奇妙な部屋があるそうなのです。その部屋に行けば奪われた力を取り戻せるかもしれませんね。なるほど、そこの部屋に先に行けと。突然戻ってきたザジと入れ替わるようにして新館長が姿を消した。これはどういうことだ、こっちが聞きたいわ。いやー、謎解きミステリーみたいになってんじゃねえかよ。おい、人が話しかけてんだ、返事くらいしろよ。まったく、魂を砕かれるとろくに口も聞けなくなるってのか、かわいそうによ。そういうことじゃねえんだよ。今信じられるのはちょっと上から目線だけど、フォズ大神官とカシムとフーラルだけだよね。小声で何かをつぶやいている。テッシーはザジの口元に耳を近づけてみた。それはそれで怖い。姉さんがいない、姉さんはどこに行ったの、僕を一人にしないでよ。だ、これ姉さんじゃねえんじゃん。皆さんありがとう、けど何のお礼もできなくてごめんなさいね。怖い怖い、これ姉さんじゃないって分かってんだよザジには。え、どこで入れ替わった、新館長、新館長怪しいな。そろそろ出発するか、こちらは4人いることだし、今度は別行動にしよう。おいおい、もしかしてこの兄弟も連れていく気か、足手まといになるんじゃねえの。そんなに私たちと行くのが嫌ならあんた一人でここに残んなさいよ。そんなこと言わないネリスは。なんだとこの、おいガシム、この女だいぶ性格変わったんじゃねえのかと。うん、それは分かってんだけど、それ分かってんだけどみたいな。どこで変わった。上の洞窟に入って右に進めば扉に閉ざされた広場に出るはずだ。あったあった、あんあった。私たちはそこで待ってる、できるだけ早く来てくれ。いやー、ちょっといろいろよこれ、フォズ大神官いろいろよ。親衛隊の生き残りの中から勇士を募り、用意ができ次第私も皆さんの後を追います。皆さんはダーマの鍵で閉ざされた扉を開き、先に神殿内部へ侵入してください。まあちょっと、ちょっと普通になったな。どうするよこれ、薬草でも持っといた方がいいよね。馬の糞とか世界樹の葉、まあテッシーに1個持たせてるわ、持たせてるわ。
まあ持たせてるっていうかあれか。でも今後マリベルはその魔法を使えるようになると思うんですよね。これ満月草な、これさ満月草いらねえわって言って袋にさ入れた瞬間なんか次麻痺したりするんだよね。だいたいそういうことだから、人生ってそういうことよね。いらねえなっつってやめた途端そのタイミングだよね言ってるけど、その瞬間で来るかねみたいな時に来るから。でもこうやって持ってっと永遠に来ないんだよ、その瞬間がね。満月を必要になる瞬間がもう絶対来ないっていうね。そうか、まあでもそろそろ本当に薬草もともお別れの時間じゃないですかね。まあ買っといて言うのもなんですけど、アモールの水とかそういうのにしていかないとですよ。ただね、買っといて損はないんで、損はないっていうか、本当にラスボスの直前とかで少しだけ HP 調整したい時とかに、ほら HP 300ぐらいあるやつがさ280とかなってる時とかに使えるっていうね。またその時だけの話じゃねえかっていう。まあまあまあ袋があるから、あることに越したことはないと。道具の乱をね防ぐわけじゃないから。32個、まあ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 ええか。でそこに行くとネリスと、こいつがなんか仕組んだってことよな。痛い目に遭うぞと、痛い目に会いに行きましょうよと。おい、お前いるんかい、この野郎。ここのダンジョンはもういなくていいだろう。一丁前に攻撃してきやがって、冷たい息吐いとけお前は。ケイ、こっちは魔法使いたくてうずうずしてるんだから、もう早いし。ブチュチュンパ、ブチュチュンパ、ブチュチュンパ、3人揃ってブチュチュンパ。いや1人でもブチュチュンパ、1匹でもブチュチュンパですわ。なんこい、あこっちじゃねえわ、ごめん。今まで3回戦闘したけど、あの最初まず見ていただいている皆さんにごめんなさい、こっちじゃなかったと。まず皆さんごめんなさい、こっちじゃなかったと。でブチュチュンパと豚悪魔のやつと2回目のブチュチュンパ3体と、あと今の泥人形にまずごめんなさいと。全然違いましたと、関係なかった、お前は出るなとか言ってすいませんでしたと。お前が道間違えてる、私が道間違えてました、ほんとすまんと、みんなごめんなさいと。そういうとこはちゃんと言っとかないと、本当に、いやマジで申し訳ないと。こっちでしたね。お待ちしておりました。正面の扉はフォズ大神官にいただいた鍵で開くはずです。そこでお願いなんですが、ダーマの鍵を少しの間私に貸していただけませんか。いやー絶対いや。そうだ、そんな奴に鍵を渡す必要はない、来たカシム。完全に気づいてるねカシムに。カシムはお前誰だと。貴様は一体何者だ、いい加減に正体を表せ。あはは。ここだけでもう絶対本人じゃないっていう。外見は真似できても仕草や性格までは無理か。
人間とは複雑だね。いやいや、人間だけじゃない、魔物も一緒、そこは一緒。誰よあんたと。いや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 、雑魚、雑魚一匹、お前たちを油断させるために女の姿に化けていたってのに、早くもバレちまうとはね。ちょうどいいからお前たちはこの場で始末してやるよ。大神官はその後でもいいや。お前なんかカシム一人で十分だわ。その前に一つ答えろ。ネリスと神官長はどこだ。女の方は生きてるよ。でもじいさんはオイラが食っちまったけどね。おっと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 、お前の相手はこっちの坊やだよ。え、さあザジ、今こそ恨みを晴らすんだ。魂の剣を与えてやる。怒りと憎しみを力に変えろ。お前と姉の二人だけの世界を壊そうとする男の魂を砕け。シャキーン。いけ、ザジ、そいつ殴れ、頭殴れ、そいつ殴れ。その魔物の頭を、え、マンイーター、お前ゾンビ愛じゃねえのかよ。まあ強いんでしょう。ただこっちとしても攻撃しかできないから。うわー、こいつ殴り合い選んできやがった。まあ賢いか、賢いな、賢いわ、賢い。くっ、一旦回復しとかないと。一旦は、え、こいつバカ、アホな、ずっとその可能性はあるな。いや、そうじゃない、そうじゃない。よし、まあまあまあいいだろう。まあ打ち合いだと、打ち合い必至。でもこいつそんなに強くない、言うほど強くないね。あんだけさ、ルカなんで守備力下げてこれだからね。27、あんま、なんだこれ、最大 HP30 は回復しないね。奇跡の石、最大 HP 依存でもなさそうだけど、27前後なのかな。いやいや、30は回復させすぎでしょうみたいな、そんなことなのかな。あー、まあ25前後ってことか。きつくないっすかそれは。まあでも薬草袋の中に入れられるから余裕でしょってことか、結局のところね。うい、ナイス。死ね、カシム。お前を殺して姉さんの心からお前を追い出してやる。相手は子供じゃねえか。何を手こずってんだよ。さっさと蹴りをつけちまいな。ダメだ、力が出ない。ザジの剣を受けるためにどんどん力が抜けていく。あー、魂をちょっとずつちょっとずつ削られてんだね。あんと、しまった、剣がとどめだ。あ、僕の剣が。これが魂で作られた剣なら、持ち主であるザジの体に再び宿ってみせろ。どういうこと。ああ、だ、そんなことして大丈夫だ。死んじまったのか。もしザジが死んでたら、オイラたちは二度とカシムに協力してやんないぞ。急に怖い、急に怖い、ガボ。いや、死なないはずだよ。私が使ったのは、ザジから奪ったザジの魂でできた剣だからな。魂の抜けた体に魂を戻してやったことになると思うのだが、確信がないの。そうは言うけどよ、ピクリとも動かねえぞ。本当に生きてんのか？おい、大丈夫か？どこか痛むところはないか？どこも痛まないし、怪我もない。僕はただあの魔物に操られていただけだから。
ならどうしてあの魔物を倒した後も私に剣を向けた。魂の剣を持っていると人を憎もうとする気持ちだけが止めとなく溢れてきて、正気でいられなくなるんだ。だからあんたを殺そうだなんてこれっぽっちも思っていなかった。もう本当かってカシム言いたいよな。本当本当かって聞きたいよなカシムな。これもういい、気にするな、大人、大人ですわ。しかしまたしても魂の剣か。まるで人を惑わす魔剣のようだ。この扉の向こうはダーマ神殿へと続いているはずだ。急ぐぞ、弟子。急げばまだネリスを助けられるかもしれん。私が大神官救出にかまけていたばっかりに、彼女は、えいくそ。とにかく、あの忌々しい扉を早く開けてくれ。早く開けてくれということですが、一応ここで動画を切らせていただいて、次の動画でね、ダーマの神殿へ向かいたいと思います。最後までありがとうございました。テッシーでした。